はい、シンポニーの本村です。昨日ですかね、2021年の年末の紅白歌合戦の出場歌手が発表されました。僕的にはですね、こう注目していた徳永英明さんの選出あるかっていうところで、まあ、残念ながら、徳永さんの名前はなかったんですけれども、密かにね期待してたんですよね。こう、まあ、35周年っていう節目の年であるっていうことと、あとはまあ還暦を迎えられたっていうね、まあ、そこも節目だったりとか、まあ、あとニューアルバムのラブパーソンが出て、結構テレビ、まあ、NHK もソングスに出たりとかカバーズに出たりとか、ソングスは大泉洋さんの番組で、カバーズがリリー・フランキーさんがやってる BS の番組出てたので、あ、これは露出も増えてるし NHK にも出てるし、もしかしてって思ってたんですけどね、残念ながら、出場ならず。まあね、選考基準 NHK の、ホームページ見たところ、今年の活躍と、世論の支持と、番組の企画演出に合うかみたいなね、まあ、そういう3つの側面があって、まあ、昔というか以前はそこになんかね節目の年みたいなところもね結構そのあったんじゃないかなと思うんですけども、まあそこはまあ残念ながらあまり考慮されてなかったのかもしれないですよね。今年の活躍でいうとラブパーソン、これが、まあ、ツアーがね中止になっちゃったのは結構痛いですよね、やっぱりね。そこでアグレッシブにねこう活躍されている姿っていうのがなかなかこう、まあ世の中一般の方にはね伝わりづらかったのかなとか、ファンとしてはねなんとかね出てほしいっていう気持ちもあったんですけども、まあでもそこはね、まあ別に NHK の選考に対して文句を言うわけではなく、その活躍っていうところのその ABCD っていうのがあって、 CD とかの売り上げ、あとまあダウンロード数ですね、で有線カラオケのリクエストの調査で、D にライブやコンサートの実績っていうのがあって、やっぱここねまるっとこうぽっこり抜けちゃったので、これはあんまでも致し方ないで、そういう判断を下したのは正しいと思ってるのでしょうがないと思いますけどね。はい、で世論の支持っていうのは NHK 独自にアンケートみたいなのやってるみたいで、ランダムデジットダイヤリング方式ってどういう方式なのかちょっとよくわかんないですけども、3553人に対してもそういう、調査を行って、世論調査を行って紅白に出場してほしい男女3組みたいなのを募ったりとか、あと7歳以上の全国8000人を対象に NHK が、ウェブアンケート調査を行ったと、いうことも書いてますね。まあ、あとやっぱりその紅白もねだいぶ変化している感じはやっぱりありますよね。以前は、まあ、後半はもう演歌歌手の大御所たちがドーンと続いて終わりみたいなねパターンで、まあ、それこそ紅白なのかなみたいな感覚も多少あるんですけども、まあ、そこも NHK もやっぱ変えていかなきゃいけないっていうことで多分変えてきてるんでしょうね。まあ、当然見る方の年代も少しずつ若返ってきてるっていうところもあると思うので、まあそれはしょうがないのかなと思います。まあせっかく紅白のね話を今したので、徳永英明さんね紅白なんと10年連続で出てたんですよね。これもある意味驚きというか、それはそれですごいことだなと今更ながら思う。まあその10年どっちかっていうと僕が忙しくてちょっとファンクラブ抜けてた時期、まあ、そこを紅白に出場して、あ、徳永さんだみたいなことでこう思い出させてくれる、まあ、そういう期間だったのかな。これは個人的なところなんですけど、はい、で皆さんここでクイズしてみたいと思うんですけども、まず紅白に初めて出場されたのはいつでしょうか。はい、答えは2006年ですね。2006年、平成18年ですね。何を歌ったか分かりますか？はい、記念すべき初出場は
壊れかけのレディオを歌われてますね。で、対戦相手は今井美樹さんです。思い出しましたかね。初出場の時は僕も正座して見てた気がしますね。まあ紅白は基本的に大体毎年、まあなんていうか流れで見てる家なので、徳永さんが出るタイミングに合わせて食事とかも調節してね、はい、で声かけのレディオを正座してみたみたいな、そんな感じですかね。かなり感動しましたね。徳永さんが以前も多分オファーはあったと思うんですけども、まあ辞退されてたこともあったと思うし、でも2006年っていうとボーカリストでこう脚光を浴びて、でもそこでカバーじゃなくてね、ちゃんとオリジナルで勝負できたっていうところが、その、まあ、NHK さんとの多分交渉ごともあったと思うんですけどもね、まあ、これだけカバーが売れたってことで改めてオリジナルを歌わせてもらえて、すごいいい、ね、タイミングで出られたなって思いますけどね、ファンとしては。で翌年2007年、平成19年か、ここで歌われた曲が、はい、何でしょう。はい、恋に落ちてフォーリンラブですね。ここでカバーを、持ってきたって感じですかね。ボーカリスト、恋に落ちてはボーカリスト2かな。今ちょっと iPad を調べたところによると、恋に落ちてはボーカリスト3でしたね。ボーカリスト3が2007年にリリースされていて、で2006年にボーカリスト2が出てて、でボーカリスト初版は2005年なんですね。ちょっと調べが足りなかったですけど、2005年の9月に、まあ、ボーカリストっていうのがまあ出て、でその年はだから徳永さん紅白お呼びかかってないんですね。で翌年に満を持して、呼ばれて壊れかけのレディオを、熱唱で、2007年ボーカリスト3で小林明子さんの恋に落ちてフォーリンラブを歌った I'm just a woman ってやつですね。はい、では2008年、3回目の出場で歌った曲は何でしょうか。はい、どうぞ。はい、レイニーブルーですね。壊れかけのレディを恋に落ちてときて、またレイニーブルーということでオリジナルを歌わせてもらえたんですね。しかもデビュー曲レイニーブルー、これデビュー曲をね、その紅白で歌えるっていうのもね、なかなかないことじゃないですかね。いろんなアーティストの方たくさん出られてますけども、まあ、レイニーブルーっていうのはその最初から爆発的にヒットしたっていうよりは徐々にこうヒットされて認知されてきて、今となっては徳永さんの、代表曲っていうか、割とその若いアーティストの方であったりとかもレイニーブルーをカバーして歌う方多いですよね。じわ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 来て、もう本当に名曲中の名曲というか、まあ、レイニーブルーと壊れかけのレディオ、まあ、ヒットした曲はね、夢を信じてとかなんでしょうけども、やっぱり徳永英明の看板ソングとしては、この2曲なんですね、うん、あ、ちなみにちょっとさっき言い忘れちゃいましたけど、2007年の恋に落ちてる時の対戦相手誰だと思います。倖田來未さんですね。で、2008年このレイニーブルーの対戦相手は彩香さんでした。こう対戦相手もね、こう過去遡っていくと、なるほどな、面白いなっていうところになりますね。そういえばそうだったなとかね。はい、翌年2009年4回目の出場、何を歌ったでしょうか。はい、はい、第4回も壊れかけのレディオを歌ってますね。第1回目壊れかけのレディオからまた4回目でもう1回壊れかけのレディオ、やっぱりオリジナルをね歌えるっていうのはすごいいいことですよね。でここで、対戦相手は誰でしょう。はい、平原綾香さんなんですね。平原綾香さんには、曲も提供してますよね、徳永さんね。鼓動っていう曲ですね。まあ彼女は本当に歌唱力がものすごく何て言うんですかね、まあ抜けてすごい方なので、まあ、そういう方に楽曲を提供してる。でまあお二人もね、そういう紅白で対戦したのが、まあ縁なのかどうかわからないですけれども、結構交流がありそうな感じしますよね。実力派シンガー同士、まあちょっとタイプは違いますけれども、
まあ、そういうこう対戦もあったんだなと思って、翌年2010年に歌った曲は何でしょうか。はい、時の流れに身を任せ、時の流れに身を任せ、テレサテンさんのねカバーですね。この曲はボーカリスト4に収録されてるんですね。徳永さんボーカリスト 1,2,3 出してます。3で、まあなんていうの、もうファイナルだよみたいなこともおっしゃってましたけども、やっぱりそうは言ってもね、なんていうか出せば、売れる、そのまあ言ったらドル箱的なね企画、本人がいくらこれで終わりだよって言っても周りがそれを許してくれないですよね。でやっぱり徳永さんも優しいから、きっとその周りの期待に応えようっていうことでね、まあ一回前言としてボーカリストは3で終わりだよって言ってるところをまあ覆してね4を出して、でまたこう紅白にね出るっていうね、やっぱりねボーカリストは偉大だなと、そのカバーでね、まあこう否定的なことを言う方もいらっしゃいますけれども、徳永さんほどカバーアルバムが売れた方はいないし、そこはやっぱり徳永英明たるもの、カバーの帝王っていうね称号もありますからね。もちろんファンはオリジナルの方がいいっていうね、そういうところはあるんですけれども、世の中一般特にこう紅白とかに出る、一つのね後押しになるものとしては、ボーカリスト4で時の流れに身を任せを歌ったと。この時の対戦相手は水森かおりさんなんですね。演歌歌手の方ですよね。まあこう時の流れに身を任せも、まあ演歌じゃないけどもちょっとそういう、昭和歌謡っていうか、まあ若干演歌っぽいようなニュアンスも含まれているからの対戦相手なのかなと思います。はい、で翌年2011年ですね、6回目の出場ですよ。6回目、何を歌ったでしょうか。時代ですね。時代はボーカリストの原点になるのかなと思ってる曲なんですけど、まあ、中島みゆきさん相当ね徳永さん多分尊敬されてると思うので、まあ、その中島みゆき姉さんの、曲をカバーしてね最初にね、まあ、そっからボーカリスト伝説が始まっていくわけなんですけど、その曲を歌ってますね。でその対戦相手がカラーですね。これが、カラーさんといえば韓国 K-POP、まあ、アーティストアイドルっていうかね、今でも K-POP ものすごい人気ありますもんね。まあ、最近だと NiziU、 これ日本の、方が、まあ、韓国のプロデューサーの、J.Y.Park さん、NiziU プロジェクトでできたアーティスト、まあ、そういう K-POP の、まあ、最初の頃の先駆けのアーティストさんですかね。時代と K-POP の対戦、まあ、ちょっとこれも異色かなと思いますけどね。で翌年7回目の出場、2012年7回目に何を歌ったか覚えてますか。はい、どうぞ。上を向いて歩こうですね。上を向いて歩こうはバーって記憶たどったんですけど、あれボーカリスト入ってたかな、そもそもだって坂本九さん男性だしみたいな。でちょっと調べたら、まあね、ファンなのにそんなの知らないのって思われちゃったら申し訳ないんですけど、ボーカリストヴィンテージの、初回限定版 B のボーナストラックとして収録されてたんですね。すいません存じ上げませんでした。まあでもテレビ、そう紅白で歌われてたから、まあ、どっかに収録されてるのかなぐらいには思ってましたけども、まあ、そもそもボーカリストって女性アーティストのカバーですもんね。そう、そこでまあ上を向いて歩こうっていう、まあ坂本九さんの、まあ、グローバルにも、大変ヒットした曲ですけどね。おそらくこれは NHK 側からの、まあ、企画、何かしらの企画があって、まあ、その企画意図にマッチする曲っていうことで、まあこの頃はきっと NHK 側の要請に、まあ、応えようっていうね気持ちがあったのかなと。まあね、何回も出させてもらってるっていう恩返しとかもきっとあるのかなと思いますけど、
ということで上を向いて歩こう。で、対戦相手は由紀さおりさんなんですね。なるほど。まあ、この対戦のこう何ですか、対戦カードを組むにあたってのまあ選曲とかもきっとあるでしょうからね、上を向いて歩こう、納得な感じがします。で、翌年第8回ですね、ここで、歌われた曲は何でしょうか。はい、夢を信じて。久しぶりにね、徳永さんオリジナルを披露されてますね。夢を信じて、初めてですね、紅白で夢を信じて歌われたのは。徳永さんの曲の中では最もヒットしているし、なんというかその、まあ、僕ら世代がこう夢を信じて、そのドラゴンクエストの主題歌だったこともあって、すごくなんかこうワクワクする曲じゃないですか。これは徳永さんのファンじゃない方でも夢を信じてを聞くと、その時代の、ね、子供時代のことをちょっと思い出したりとかできる曲ってことで、おそらくその NHK の中でもいわゆる僕らと同じぐらいの世代の人がやっぱり出世してきて力をつけてきて、まあ選曲にも少しこう徳永英明さん夢を信じてっていうね、多分そういうなんというかタイミングだったのかなってね思います。で、対戦相手は香西かおりさんですね。そして次の年9回目の出場ですね。この時のことを覚えてますか。言われてみればあーって思い出すと思うんですけど、はい、花は咲く、花は花は花は咲くってやつですね。ちょっと声裏返っちゃったけど、で、この花は咲くは震災の復興ソングっていうことでね、チャリティーソングっていうことで、毎年紅白歌合戦第63回からか、毎年歌われた、まあ、誰かが歌っていたっていうことで、まあ、63回初めての時はいろんな方、西田敏行さんとか中村雅俊さんとか、まあ、荒川静香さんなんかも入ってたみたいですけども、まあ、複数の方で合唱っていう形で届けられていて、で64回もまあ司会の綾瀬はるかさんとまあ出演者で歌われていた。で、第65回がなんと徳永英明さんのソロ歌唱ですね。で、これで、バックに、まあ、羽生結弦さんが、映像で流れているところで、当時羽生結弦さんは怪我をされていて入院中だったらしいんですけども、まあ、演技している映像をバックに徳永さんが花は咲くを熱唱された。まあね、このソロでね、花は咲くを紅白で歌ったのは徳永さんが初めてだし、多分最初で最後ソロ歌唱っていうのはね、だからこそやっぱ徳永さんっていうのはものすごくその評価されてるんだなと思いました。ちなみに翌年は YOSHIKI さんがピアノを演奏して、で司会の方と、羽生結弦さんが歌ったみたいなね、そういう演出ですね。だから63回64回65回66回と、歌い継がれていて、その65回をソロで徳永さんが歌われた。ちなみに徳永さんこの曲は特にこうリリースされていないので、チャリティーの、ソングとして、紅白で、歌われたっていうことかなと思います。で、翌年2015年、これがまあ第10回目の出場で徳永さん、まあ、ここがまあ今のところでいくと直近の最後の出演になられてるんですけど、そこで歌った曲は何でしょうか。はい、時代ですね。まあ、回る回るよ時代は回るってことでね、徳永さんのその紅白出演もまあ10年一区切りのところでまあ 回る、まあ、あの愛される曲っていうことで、まあ徳永さんの飛躍のきっかけになった、時代、ボーカリストのまあ原点になっている時代を歌われたのかなと。はい、まあそこを最後にね、ちょっと紅白出演から遠ざかっているんですけども、まあそうね、そうは言ってもやっぱり10年連続で紅白に出演されて、まあいろんなね曲を歌ってきた。壊れかけのレディオ、レイニーブルー、壊れかけのレディオ、夢を信じて、だからオリジナル歌ったのが4回で、であとはまあ
恋に落ちてと時の流れに身を任せと時代上を向いて歩こう花は咲くでまた時代だ2回歌った曲が壊れかけのレディオと時代ってことですかね。まあこうやってね改めてその徳永さんの足跡というか、まあ、輝かしいその紅白での、まあ、足跡ですよね。はい、ということで今日は、まあ、昨日ね紅白歌合戦の出演歌手の発表があってもしかしてっていうねかすかな期待がありながら残念ながら今回は出場ならなかったんですけれども、ま、僕としてはその過去のね徳永さんの紅白出演を振り返るいいきっかけになったなと思います。まあその紅白の顔だった歌手の方々もね軒並みまあ、五木ひろしさんも今回引退されましたし紅白が変わっていくっていうところなのかなと。従来の選考基準だったらおそらくね入ってたと思うんですけどね、まあ、そこはまあ新しい紅白ということで、まあ、ちょっと、残念ながら今回は、選考からは漏れてしまったっていうことだと思います。その分ねファンとしては徳永さんの、応援をねますます、力入れていきたいなと思いましたし、まあ、コロナも落ち着いてきたのでねできたらそのコンサートツアーラブパーソン、また企画してくれないかなってね思ってしまいます。あとはその徳永英明ここにありっていうのをねまたぜひ出してほしい、まあ、これは紅白に出てほしいっていうことと直接関係なくね、ファンとしてはそういう気持ちもあるのでそのボーカリスト演歌とかね、まあ、演歌ってどちらかというと日本その紅白からもねどんどんこうなくなっていってしまってますけども日本人のね心をまあなんていうか揺さぶる力は十分備えていると思うので、まあ、演歌に焦点を当てる再度光を当てるみたいなね企画があっても面白いなと思ってボーカリスト演歌とかで出してくれないかなみたいな勝手にこれは僕の妄想ですけれども今の徳永さんの渋いハスキーな、柔らかい声でね女性が歌われてきた演歌を歌ったらそれはそれでこう心にねキュッとくるような気がするんですけどね。まあファンの一ファンのざれ事ということで、お聞き流しいただけたらと思います。はい、ということで、まあ、紅白歌合戦は残念ながら出演になりませんでしたけれども改めて、過去のね、徳永さんの出演を、振り返るということを、やってみました。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは徳永英明さんに関連するような企画をさまざま展開していきたいなと思っています。近々では FNS 歌謡祭12月1日だったかなに徳永さんの出演が決まったということでねもうそれが楽しみで仕方ないですね。またFNS 歌謡祭、鑑賞後にの動画みたいなのもね、このチャンネルでもアップしたいなと思ってます。徳永英明さんのファンであれば、まあ、楽しめるチャンネルになっているかなと思いますのでよろしければ、チャンネル登録ぜひお願いします。で、この動画、まあ、気に入っていただけたら高評価も忘れずにいただけると大変嬉しいです。今日は以上になります。次の投稿をお楽しみに。